私の苦情で靴を履きかけた時に三つ編みの先客に声をかけてしまった。ねえやめなよ、道をついて出ただけ、本当はどうでもよかった。先を越されるのがなんとなく尺だった。三つ編みの子は語る、どっかで聞いたようなこと、運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんな、そんなことくらいで私の先を消そうだなんて。